現在、未だに就活をしています。時期が時期だけに、企業側に自分が求める条件を言える立場にないのは分かっているつもりです。どういうことなんだろうな。あ、そうか。9月、10月になってもまだ就活してるってことか。しかし、望まない企業に就職すると、すぐに辞めてしまうのではないかと思ってしまいます。お金がないと生きていけないので、文句を言わず就職しろというのが、世間一般の意見だと思います。はいはい。まあだからコメントはもう今後これ禁止ね。私は、まだまだ子供なのでしょうか。 20代のです、ね、男性素振りをする素振りさんからいただきましたまあ、子供な人というかですねうんあのもう就職で今みたいに考えてで、まあ分かんなくなっちゃってるんだったら自分は何,何,何に悩んでるのか分かんなくなっちゃってるんだったら問題を切り替えて考えてみりゃいいんですよねあの男女の問題で考えてみたらどうですか恋愛とかで。例えばその えー、時期が時期だけに、もう28歳で彼女いない、38歳で彼女いない。だから、女性に求める条件が、こう、ああだこうだと、あのー、言ってもしょうがないのはよくわかります。しかし、えー、ここで理想でない女性と付き合ったり結婚して妥協しても長続きしないと思うって言ってるのと、まあ似たようなもんだよね。で、それが理由で恋愛できないとか、なんかこう結婚できない人って山ほどいると思うんだけども、ここのね、 根本的な理由って何かっていうとあのどんな会社に就職しようか妥協,妥協しちゃったら長続きしないんじゃないかなとかどんな女性と恋愛しようか妥協しちゃったら長続きしないんじゃないかって思ってる人ってあの自分に、ね、妥協しててるることとを忘れてると思うんですよあの。素振りをする素振りさんって自分自身理想の自分じゃないでしょ。 理想の外見でもなければ自分の条件求める条件通りの体型でもなければ顔でもなければ性格でもなければあのなんだろうないわゆる頭脳みそでもないと思うんだよねでそんな自分でも自分自身に納得してるんだから彼女とか仕事にもね納得できるはず妥協できるに決まってんだよ。だって 一番足りない自分自身に納得して絶望せずになんとか生きてきてそして俺様にふさわしい仕事納得できる仕事って考えてんだからさまず何よりも自分に納得してるわけでしょ妥協してるわけでしょだからあの子供じゃないんですよ素振りさんは子供じゃなくてあの自分自身に実は俺は妥協してるんだよなっていう事実を知らないだけだと思うんで、まあ、その妥協を踏まえた上で、えー、もう一回この問題を考えてみてください。 えー、辛口なのかなすいませんね。あの、サイコパスの人生相談の時には、まあ、これでもね、一応無料ですし、あとあの、20代の男性ですから、ちょっと加減していってるんですけども、すいません。岡田司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。